18歳を対象にした料理講座が15日高浜町で開かれ、参加者たちが春からの新生活に向けて手軽にできるバランスの良い食事を学びました。この料理講座は春からの新生活で一人暮らしを始める18歳の若者たちに食に関する正しい知識と技術を学んでもらおうと高浜町が毎年この時期に開いています。講座には町内から5人が参加し、町の管理栄養士や野菜ソムリエの資格を持つ講師から、おいしいご飯の炊き方や野菜の切り方など料理の基本を学びました。手早くがポイントです。この後参加者たちは手軽に作れるほうれん草ともやしのナムルや豚の生姜焼きなどの調理に挑戦しました。まずここがもう柔らかいし、もう上の方はすぐ火が通るからもう良いです。はい、揚げてください。はい、すごい美味しいです。美味しかったです。だし巻き卵作りでは、参加者たちがレシピを見ずに調味料の分量を調整し、普段食べているだし巻き卵を思い出しながら味付けをしていました。参加者たちは自分で作った料理を味わいながら、バランスの取れた食事の大切さを学んでいました。その味噌玉作っといてお湯注ぐだけで食べれるっていうのを教えてもらったんで、すごい活かせそうだなと思いました。その一人暮らしでも使える知識をたくさん学べて楽しかったです。